それでは、ダイヤはトトレバーニをやっていきます。相手をする敵は、トレバーおなじみのメリーウェザーなので、強力な武器やアーマーを装備しました。私が愛用している特殊カービンでは火力不足になりがちなので、ランクが70以上の方は軍用マシンガン、ランクが37以上の方はアサルトショットガンを使っていくと、倒しやすいかなと思います。到着しました。目的地が狭い上に、敵が密集しているのでなかなかに戦いづらいです。それで端のぎを開始します。2、3人こちらにやってくることがあるので、突っ込まずに入り口付近で応戦します。微妙に狙えない位置にいる。お、一気にアーマー分のゲージがなくなった。壁際にいる敵が狙えない。なんか車が突っ込んできた。なんだ、援軍か。とりあえず、様子を見てみるか。見事に突っ込んでるな。なんか NPC の車の挙動がおかしいな。そのまま逃げるんかい。ただ、突破口ができたのでやりやすくなりましたね。あの白いトラックを奪えばいいのですが、メリーウェザー兵がトラックの裏にいるため、何も考えなしに飛びつくと蜂の巣になって倒されてしまいます。私はそれで2回ほどミッション失敗しました。あの奥にあるメサはカスタムバージョンのメサになります。施錠されているために、盗めませんが普通のメサより耐久が高くなっているようです。男の敵は一定数減ると補充されるタイプなので、ある程度倒したらダイヤモンドを盗む方向に進みます。頃合いでしょうか、トラックに近づきましょう。トラックの横に入り込んだらこのトラックの後ろにいる敵に気をつけつつ攻撃します。この野郎、お前のせいで二度もやり直したんだぞバカ野郎。最後っぺが痛すぎる。敷地の奥にいる敵は追いかけてこないので、急いで逃げます。そして、ダイヤモンドを盗んだら追手が来るのですが、道をショートカットすることで、追手の登場をキャンセルすることができます。ショートカット方法は簡単で、目的地に向かって道を無視してまっすぐ進み、この崖を下るだけです。すると追手が来る前に到着するので追手を相手にする必要がなくなります。さて、次は船に乗り込んで指定位置に移動します。船に乗り込むとヘリがやってきます。そのままにしていると厄介なので倒します。ヘリが現れましたね。出てきたらあまり進まず、迎え撃つ準備をします。船で Y ボタンちょん押しで船の上に立つことができます。これなら通常の武器が使えるようになるので、このまま待機します。特殊カービンだと遠くから自動照準が使えるので、ヘリ攻撃時には有効だと思います。コパイロットを倒しました。これで攻撃されないと思いますが、墜落させるまで攻撃します。
パイロットを狙わなくても、ローター部分を攻撃すれば簡単に墜落させられるようですね。私はなんとなくかっこいいからという理由で、パイロットだけを狙いますが。落ちたな。あ、射撃艇いたんですね。だが残念、もうパイロットはいないんだよ。それでは目的地に向かいますが、陸地から離れて進みます。ミニマップでいう、城の部分が薄くなっている境目は走ると、追っ手が現れません。もし、ボートでの追っ手が現れた場合は陸地に近づいて、陸地で船の相手をするようにすると戦いやすいです。船で逃げようとしても、相手との船の性能がありすぎて追いつかれてしまい、逃げるのが非常に苦労します。このように大回りしていけば追っ手を出さずに済みます。高速道路の橋が横手に見えてきたら一気に陸地に向かいます。これにてしのぎ完了です。お疲れ様でした。以上となります。ご視聴ありがとうございました。また次回もご視聴していただけると嬉しいです。
次回もご視聴していただけると嬉しいです。